今日は2018年6月の4日16時14分です。よろしくお願いします。やっと目が覚めました。全身ボロボロです。スタンドがないときついな。もう首とね、首と頭がめちゃめちゃ痛いですね。顎とか昨日見た？ちょっと昨日のね、ドレさん、昨日ドレさんが格闘技の練習会やったんですよ。で、OPBF のウェルター、スーパーウェルター級チャンピオンのカズンさんっていう配信者がいらっしゃるんだけど、その人がめちゃめちゃすごくて、すごかった。超勉強になったんだけど、スタミナ切れて結構カウンターいいのね。もちろん手加減してるんだけど、カズンさんはスパーンって入っちゃいましたね。ちょっと頭ガンガンしますね今日は。昨日ネルさんに会ったよ。ネルさんすごいいい人だったね。イケメンだった。ネルさん超かっこよかった。今日はね、本当はもうボロボロで寝たいんですけど、仕事があるので今から移動します。全身痛いっすね。首が特にやばいっすね。変な倒れ方したんで、首と顎がとんでもなく痛いです。今シャワー浴びて一服して、これから向かうところです。ちょっと忙しくてバタバタですが、みんなで一緒に乗り越えていきましょう。お疲れ、メアリーラブ。お疲れ。昨日はすいませんでした。ちょっと不甲斐なくてごめんねボロボロでした。ちょっと不甲斐なかったね昨日のは。行きますか、そろそろ。ありがとう、イカ娘アイテム、ありがとう。バーカー、ありがとう。おはよう。今起きたよ。頭痛くて寝れなくてさ、のんちゃんが全身マッサージしてくれて、筋肉痛はほとんどない、ほとんどつうか、まああるんだけど動けないほどじゃなくて、多分のりこがマッサージしてくんなかったらやばかったね。だけど首がね、首と顎が痛くて。ありがとうメアリーラブ、アイテムありがとうね。首ってやっぱすごいわ。
もおお、カズンさんありがとうございました。ごめんなさい、最後へたれちゃって。僕の YouTube に動画あげたんで、僕の Twitter と YouTube の方に昨日アップしてたんで、いやー勉強になりました、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。僕クズですけど、クズでよかったら、もしよかったら付き合ってください。あーすごい勉強になりました、超いい経験しました。あーやっぱボクサーってかっこいいな。僕ボクシング大好きなんですよ。いや時間がないっすね、あと20日しかないんで。いやースタミナが、もうスタミナ上げるしかないっすね。ありがとうございます、超勉強になりました。でもね、首と顎が痛いっす。このね、カズンさんが OPBF の2階級制覇のチャンピオンね、体作りのトレーナーさんやってんのかな。で、一人若い子をプロに育てようっていう企画とか放送でやってるんで、いや多分夢中で首鍛えてないから、パンチもらうと首が痛くなるんですよ、この後頭部とこの辺とかが。よいしょ。何かあったかあったかというと、カズンさんのパンチです。よっしゃ、じゃあ行くか、手ぶらで行こうかな。じゃあのんちゃん行ってくんね。行ってきます。じゃあ仕事に行きましょう。椎名さんはどっちです。じゃあね、今日はね、難関塾、よいしょ、ひーっつってウェルター級の太平洋王者とスパするより危険なことって他にあるんですか。世の中で最も危険なことの一つじゃないですか。痛み止めとか薬は俺は飲まない。薬はもうや飲まない、一切普段。よっぽどのことじゃないと。でものりこのおかげで筋肉痛はほとんどないね。もうずっと1時間ぐらい揉んでくれたから。いやすごかったよパンチ。芸術だねボクサーのパンチは。フットワーク、ステップ、パンチの最短距離で最高のインパクト、頭振る。でもう一回タイソンの動画見てみたんだけど、分かった。要はね、ずっとインファイトやろうと思って中に入って思いっきり振り上げるイメージトレーニングしてたんだけど、要はイメージ、要はね、カズーンさんに言われてよく分かったんだけど、タイソンは大振りにしてるようで腰を切った反動で打ってるんだけど、その反動に耐えられる体幹があるからあれができるんだよ。要はね、俺にそれがないから真似をしようとするとあんな大振りになるんだ。要はね、ずっとシャドウとかやってる時に頭を振って反動で打つっていう大きいモーションで打ってたけど、これじゃ当たんねえわ。いや変な男、変な男では変な男っすよ。配信者みんな変っすよ。みんな変です、みんな変です。あー気持ちよかった。っていうかカズンさんめちゃめちゃ教えるの上手くないですか。カズンさんの、いや動画2回ぐらい見たんですけど帰りに、いやめちゃめちゃミット持ってもらうとテンション上がるし、教え方めちゃめちゃうまいんですけど、選手のモチベーションの上げ方えぐいっていう。もっと早く出会いたかったな。でもいい経験ですよね、その道極めた人とこうやってど素人が教えてもらえるなんてなかなかないですよね。ましてやカメラ回して
いやなんか変な人生ですよ僕。そのね、中卒で なんか学歴を持ってたり社会的にすごいこと一個もないのに、こうやって配信始めて5年目なんですけど、必死にやったら、まあ、ダンカンさんとも会えた、たけしさんの側近のある北郷さんとお仕事させてもらえて、でマッハさんにも会えて、カズーンさんにも会えて、で この前ミノワマンさんにも会わせていただいて、でアッカさんとかね、こうやってなんかすごい人たちと絡ませていただけるようになったんで、本当人生変わりましたね。ねえ、野生の本能、最後は本能だよね。練習まではフォームとスタミナ上げて、もう一生懸命考えてやるけど、最後は本能だからね。本当の名人ね、いい仕事するじゃんね、あのねさん。いや本当感謝してるよドレさんに。っていうか、あのおじさんもさ、54歳でさ、なんであんなジャブ生えんだよ。おかしいだろ。勝てる気がしないんだよ。ねえ、そうそう、もともとね、ドレさんとの出会いっていうのは、俺、格闘家だっていうのを知らなかったんだけど、あのコメント打ったの、閲覧が20人、30人の頃に。そしたら、リスナーさんが、和道くん、売名させてあげてよって言って、いや僕は売名とかじゃなくて、実はこのドルさんの雑談ってすごいから、この人伸びると思ってずっとチェックしてたんですって言って、でも変なその絡みコラボとか嫌だからって言って断ってたんだけど、俺が捨て頃決まった瞬間にドルさんにお願いしたの、あのドルさんの雑談好きで、もしよかったら何かやってますよねって、あの教えていただくっていう形でコラボできませんかって。そしたら格闘家だったの。それが出会い。要は向こうの持ち味を引き出すような配信じゃないと俺コラボしないって決めてるのよ。くだらねえ馴れ合いコラボとかさ、喧嘩コラボとか嫌だから、相手がどういう人で、どうやったらこの人の良さがリスナーさんに伝わるかどうかっていうのをずっと考えるタイプなのね。そう、それが出会いよ。で、その時俺の方が閲覧多かったから、200人ぐらい常時見てくれてたから、少し力になれればいいなって。そしたら恩返しできるじゃん。で、出会いも運命だよね。でもね、ドレさんがね、ここまで閲覧増えるとは思ってなかった。200人、300人ぐらいの力だと思ってたけど、600とかキープするとは思ってなかったね。だからドレさんはだからあれだよ、実力あったんだよ。いやいや、頭良くないっすよ全然。もうひ、いやでもスタミナっすね本当に。4分間動き回れるスタミナを作らないと。今日もだから走るよ夜。いやー天気いいわ。いや配信はね、いろんな一流の人と会えるから面白いね。すごくいい人生だよ。今ね5キロ走ってるかな。で、ドルさんには25分ぐらいで走れるようにすればいいんじゃんって言われてるけど、まあ時間気にしないで毎日走れって言われた。今33分かかってんだよね。ちょっと遅い、まあ、結構高低差があるから。ここ走ってんだけど、緩い上り坂なんだよ、わかる？で、緩い上り坂と緩い下り坂を繰り返してんの。ちょっとここきついんだよね。まあ、息が切れなくなって、そのなんだろう、もうちょっと改善していったら勝てそうな気はするな。その体力が 100% ある状態で4分間で、ガードを上げて頭振る。今回すごい教わってよかったの、細かく頭振ること、拳1個分頭を振るっていう。ディフェンスの強化だね。後ろを振り向くようなことはないように。みーたんこんばんは。そうだね、あとやっぱり力が入りすぎてるから、パンチ打つときに
あれがスタミナなくなる原因だから、今回教わった脱力っていうのをちょっとシャドウの中に取り入れてやっていきましょう。ありがとうね、あのねさん、アドバイス。いや、面白い面白い。お疲れー、本当に満身創痍です、おじさん。まあね、マサルさんって読むのかな、セイさんって読むのかな、セイさんありがとうね、アイテム。いや、ポジティブに考えないとね、何事もね。流すように使うといいんだ。よくね、太極拳とかそういうもんね、ヨガとかね、体は水だとかね。いや、でもね、すごいよ、ひじりちゃんって読むの。全然せいって書いてひじりちゃんで読めないよ、そんな。覚えとくよ、また覚えるまで聞くかもしんないけど、ひじりちゃんね。オッケーオッケー。いやー、ダメダメ、昨日は全然ダメ、悪いところが全部出てた。昨日はひどかった、本当に。負けた試合思い出したもん、テルとやった時の。昨日はひどかったね。ちょっと昨日はダメだったな。ほら、俺が通ってるジムってスパーリング禁止だからさ、ミッドとかシャドウとかひたすらやってるんだけど、対面でのスパーリングっていうの絶対ダメなのね。だからね、距離感が分かんないんだよね。あ、でもやってんな。昨日ね、もうちょい閲覧爆発したら面白かったんだけど、裏がね、ヨッサンとかネルさんとかやってたからね、閲覧伸びなかったね。まあ、楽しかったけどね。最近格闘疑惑がどこもかそってる。昔は1000人ぐらい集まったのに。こんにちは、ヤナラッキー、いらっしゃい。ああ、デモだ、選挙か。選挙だ。昨日見てくれた？ありがとう。ねえ、たくさん応援コメントあって嬉しかったよ。ゆうさん、ありがとう。あのツー、ハートありがとう。おはよう。今何時だろう、24分か。そう、お散歩してます、今。
区役所の正面には憲法北の北に浅野の町にの横断幕も日本共産党だね。安倍晋三の自民党内閣は憲法9条改正に必要な今日は月曜日だよね。太陽がね、気持ちいいね、今日はね。いい感じですよ。夏だね。初夏ってやつだね。北海道も暖かいんだ。多分ね、でも東京の暖かいと北海道の暖かいは感覚が違うと思うんだよ。あ、なんだっけな、沖縄の最高気温より北海道の最高気温の方が高いって本当だっけ、あれ知ってる？沖縄って実は最高気温で言ったら日本でそんなに高くないんだよね。平均的に暑いだけで、沖縄最高気温そんな高くないの知ってた？みんな、あれ、タバコ吸えないのかな、喫煙所ないか、禁煙なんだ。北海道のリスナーさん多いのなんでなんだろうな。昔からね、北海道の人和道リスナー多いんだよね。道民に好かれる、なんでなんだろう。道民に受けがいい顔してんのかな。そうだね、沖縄とかもそうだよ。もわっとしてるね。こう水分がある暑さのミストサウナみたいな。北海道の方はね、カラッとしてるのかな。日本は湿度が高いからね。
北海道。あ、お父さん沖縄の人なんだ、メアリーラブ。へえ。俺母方が沖縄だよ。そうなんだ。ばあちゃんが与那国島の出身だから。あ、首痛い。石垣なんだ。でもなんか顔が沖縄っぽくないよね、半分入ってる割には。今日はね、走るよ。今から、今日はね、別の仕事があって、団塊塾って言って、今番組の、スタッフやってるんですけど、それの動画確認しに行きますね。バーガーありがとう、アイテムありがとうね。いやー、めちゃめちゃ忙しいよ。生活保護完全マニュアルとさ、シルバー止めてるぐらいだもん。本当に忙しい、バッタバタだよ。もう本当捨て頃終わったら一回休みたいね。誰か温泉プレゼントして、なんか3泊ぐらいしたいよ。ゆっくりもう温泉行きたい。ちょっとお金持ちのリスナーさん、温泉旅行捨て頃終わったらプレゼントお願いします。忙しいのはいいことだよな、自営業やってるな。忙しくないってことは仕事がないってことだもんね。ご通行中の皆さん、こんにちは。こちらは中野区長候補の酒井直人の政策を主催する選挙カーです。中野区長選挙が始まりました。6月10日が投票日です。今度の選挙は16年も居座る万万地形をこれからも続けるのか、子育て万歳中の若い力です。こんにちは、渡辺さん、アイテムありがとう。おいっすー。ていうかさ、フワッチジップスのさ、セカンドステージっていつから始まるのか知ってる？なんかフワッチジップス第2ステージ、みんなありがとう、第2ステージ行けたんだけど、なんかね、アイテム消えたんだよね。なんでなんだ、誰もやってないよね。あれいつからなんだろう、セカンドステージ。知ってる人いる？明日からなんだ。あー、そっかそっか。
皆さんおかげでセカンドシーズンに入ったんで応援よろしくお願いします。クワッチチップス、こんにちは、はーちゃん。うわ、パンうまそう。朝飯、今ね、ダンカン塾の打ち合わせ。あ、富里のスイカ売ってる。いくら？1500円。え、買ってこうかな。富里のスイカ売ってんじゃん。え、帰り買ってこう。めちゃめちゃうまいよ。宿泊さん、めちゃめちゃうまいよ、富里のスイカ。あ、帰り買ってこうかな。でも冷蔵庫に入んないんだよな、あの大きさな。1500円だって安いよ。だから通販とかだと高くなっちゃうんだよね。2玉5000円とか郵送費とかで。ねえ、スイカ割りいいね。ファイヤーマンが仕事してるね。ファイヤーマンかっこいいよね。何ここ綺麗なお店。何これ、すごい綺麗。何これ、超綺麗なんだけど、ここのお店ランプとか、かわいい。雑貨屋さんだ、いいな。ここ寄りたいな。綺麗な、綺麗な、すげえ。あ、なんだろう、絨毯。そう、あー、首痛いよ。そう、カラスがね、カーカー言ったね。今何時だろう。だってあれは違うもん、南台かな。
やーなんか完全にゲイモードだったよね昨日ね。結構ガチだったよ昨日の。金梅さんは結構俺の乳首ずっと触ってたし、股間触ってたよ。結構あれね、ホモモードの、酔っ払ったホモモードの金梅さんだったね。え、金梅さんってバイセクシャルなのってさ、みんな知ってるよね。なんかさ、金梅さんがバイセクシャルなの知らない人いるでしょ。高さが1500のボードだから、これって言っちゃいけないことタブーなのかな。みんな知ってるよね、大丈夫だよね。金梅さんに俺の体狙われてたから。喧嘩しろ誰と。知ってるよね金梅さん、バイセクシャルの有名じゃん。知ってるよね。おお、え、みんな知らない人やっぱ結構いるじゃん。あ、今川焼き粉。すいません、今川焼きの小倉あん一つください。いらっしゃいませー。はい、いらっしゃいます。はい、どうも。はい、アンコールいらっしゃい。今川焼き買った。どうも。今川焼きとか売ってるお店いいよね。結構大判、うめえ。昨日ずっと乳首いじられてたよ俺、金梅さんに夜中。あんこぎっしり、うまっ。これいいね。すごいあんこ、うまい。今川焼き、今日の朝ごはん。それでもさ、今川焼きってさ、名前が違うらしいよね。なんか地方によって名前、呼び方が全然違うらしいよ。関西とか、みんなの地方だ、なんていうのこれ。千葉と東京はずっと今川焼き、回転焼きだ。あれ、道合ってるかな、こっち。二重焼きなんだ、広島は。全然違うね。これ130円は安いよな。採算取れるのかな。130円安すぎない。大判焼きは関東でも聞くよね。でも俺は今川焼きの方がしっくりくる。
あ、すごい、あんこぎっしりだよ。うん、まい。じゃあ今から僕はあれっすね、あの弾丸塾の動画を確認しておきます。配信切ります。セカンド進んだ進んだポケットさん進んだよ。じゃあまた帰りに配信するんで、また見に来てください。お疲れ様です。もしよかったらフォローよろしくお願いします。あとね、俺の YouTube にあれあげてあるから、昨日の格闘技の高画質動画上げてあるから、もし見たい人は